二択の選択迫られる時ってあるじゃん。うん、あるな。あれで、あっぶねーって選択を成功したっていう、もう先言ったけど、成功した時の話。派遣のバイトしてた、日雇い、うん、バイトしてる時に、そのじゃあその2つに分かれてもらいます、この仕事あるんで、これをこっち側の現場でやる人、こっち側の現場別々でやってもらいますって言って、うん、でその友達がやってたんだけど、うん、どっちが楽かなっていう、この2択を究極の、究極に楽な方を選びたいから、うん、でも俺らの経験を生かして、うん、こっちだっつって、うん、こっちの片っぽ行ったの、そっち選んだの、うん、で行ったら俺楽だったの、よっしゃ楽だーって思って、うん、で合流して、うん、逆側の方と合流して戻ってきた時に、うん、逆側の人が、うん、手袋マジ血だらけになってて血だらけになるまでやっててパタパタパタってやってて、あっぶねー、嘘だろ、マジでびっくりした、すごい痛くだな、マジでびっくりした、危なかった